おし鳥塚は、栃木県宇都宮市一番町にある、おし鳥の夫婦を慰霊する塚。宇都宮市指定史跡。鎌倉時代の僧無盾が表した、社石集にある説話の古とする説があるが、郷土史屋は、否定的な見解を示している。おし鳥塚にまつわる、宇都宮市で語り継がれてきた民話は次の通りである。この民話は、河野森弘の表した、下屋国史にある、 ユアイアン塚とほぼ同じである。道徳教材としての利用宇都宮市の学校では、おしどり塚の民話を用いた道徳教育が行われることがある。小学校低学年の児童は一般に動物への関心が高いが、他方で小動物を殺しても平気でいる児童もいる。ことから、動物の生命の尊厳に気づかせること、優しい心で動物に親しむこと、 崇高なものを尊び清らかな心を持つことを目的として、おしどり塚の民話を利用した授業が実施される。なお、この授業の学習指導案は、漁師が動物を殺傷することで生計を立てているという職業上の問題には、触れず、おしどりの愛情とおしどりを弔った漁師の心に焦点を当てて、授業を進めることを前提に組み立てている。 宇都宮市立上三島小学校の二年生を対象とした授業実践を示すと、まず、おしどり塚の民話を紙芝居にしたものを児童に見せ、自由に感想を語らせる。次に、おしどりのつがいが庭で泳いでいた時の気持ち、オスのおしどりを殺されたメスの気持ち、メスがオスの首を抱きかかえていたことを知った漁師の気持ちを考えさせる。続いて、 今までに動物を殺したことがあるかと問いかけ、むやみに動物を殺傷しないことや動物に、優しい心で接する意識を持たせる。最後に、同じような民話が、佐野市にも伝わっていることを紹介することで、文化財に対する興味関心も喚起する。社籍集にある説話は、次のような内容である。おしどり塚にある、ゆわんやん塚の略記碑によれば、この説話は、 無重が宇都宮に来た際に、里人から聞いた話を書き留めたものだという。無重は、梶原景時の孫で、梶原氏が滅亡した際に、宇都宮より綱の妻だったおばを頼って、宇都宮に来たのだとされる。供養塔という安安塚の略期日1964年5月29日に、おしどり塚は、宇都宮市の史跡に指定された。今となっては指定の根拠は不明であるが、 おそらく、ユアン・ヤンズカの略記碑に書かれているような、矛盾が、宇都宮で聞いた話を、社籍集に書いたという伝承に基づいて指定したものと、考えられる。しかし、旧下都国の佐野市にも、宇都宮と同様の民話が残っている。佐野市は、旧阿蘇郡阿蘇里であり、干拓されて残っていないが、阿蘇沼が存在していた。社籍集に出てくる、阿蘇沼を、 宇都宮の旧区江沼と解釈するのは無理があり、佐野の阿蘇沼と考えた方がより自然である。ユアンヤン塚の略記碑の碑文は、ゲア国史のユアンヤン塚の記述に酷示していることから、河村雄二は、碑文の著者は、ゲア国史をもとに碑文を書き、写籍集は読んでいないのではないか。碑文の著者が宇都宮への郷土愛ゆえに、 社席集と結びつけてしまったのではないかと推測している。ちなみに、佐野市、浅沼町の八幡宮には、藤原森房が天保2年検討した、おしどり塚下碑があり、佐野駅前には、おしどりの夫婦の像、黒馬か町には、おしどり塚がある。おしどりは、佐野市の鳥である。同様の物語は、日本各地で伝承されており、小泉役物、階段に収録されている。 国学院大学栃木短期大学の細谷藤作は、おしどり塚の伝説が残る地域は、ほとんどが鳥の狩猟場であったことから、鷹城など長猟をした地の鳥供養の物語であったと解釈している。おしどり塚児童公園、小島協会誕生の地、石踏みおしどり塚児童公園は、おしどり塚の民話の舞台になったところである。ただし、王子のような沼は残っていない。 毎年10月下旬の日曜日に大町自治会が結成したおしどり塚愛護会がおしどり塚祭りを園内で開催する大通りにある大区町バス停から南下して大町通りに入りこの通りの南側に公園がある最寄りのバス停は木舟号の2番町であり徒歩2分ほどで着く周囲をビルに囲まれた静かな公園である都市計画上の取り扱いは 宇都宮都市計画公園2 2 0 1 6号で、公園面積 16A の外区公園である。史跡をしどりつか石踏みの隣に、小島教会誕生の地石踏みがある。小島教会は、大橋突案に指示した幕末の志士で、坂下門外の変の計画に関与し、獄中で病死した。小島の聖果は、宇都宮城下の大町、後の一番町のおしどりつか児童公園付近で、 あったと伝わるが、ビルに囲まれたおしどり塚児童公園に、当時の屋敷地を伺い知る意向はない。石踏みは、公園の北東隅にあり、正面に向かって、右側が、ユアンヤン塚の略記碑、左側が、史跡おしどり塚石踏みである。石踏みの周りは、下木や石で整えられている。ユアンヤン塚の略期八1884年に、混流され、戸高織園が千分した。 正式名称は、ユアンヤン塚の略記碑であるが、一般には、おしどり塚の碑と呼ばれている。碑面には、おしどり塚の民話と、それが斜石集に載っていること、後世に、これを伝えるために、近隣住民で石踏みを建てたことが刻まれている。石踏みの左上部は、1945年7月の宇都宮空襲で破損し、欠けている。ユアンヤンカの略記碑の脇には、 供養塔があり、土台の上に五重の石が積まれている。物体が刻まれた部分は六角形になっている。史跡をしどり塚か1991年に、混流された。石踏みの表面には、ユアンヤン塚の略記碑よりも、明瞭に、史跡をしどり塚と刻まれ、裏面には、ユアンヤン塚の略記碑と同じ内容が記されているが、末尾に、ユアンヤン塚の略記碑が火災でかけたのでそれを補うと、 共に読みやすく書き改めた胸を追加している。ありがとうございます。